ずお客様のご要望をお伺いし、生地やパーツやどういったイメージかっていうことを全てお聞きして、そこから形をフィッティングで決めさせていただいて、そこからはアトリエに移ってパターン制作、縫製、仕上げまで全て行い、その後お客様に仮縫いをもう一度確認していただき、最後問題なければお渡しして完成です。なんで、こう何してみたときに、ここら辺はこの青が来るんです。日本の新宿にリーバイスのテーラーショップがオープンし、カスタマイズできるテーラーを探しているという話を偶然知人から伺い、応募しました。すごくできない学生でした。やっぱり技術的にも入学と同時にすごく技術がある子もいれば、こう理解が早くてどんどん進めていく子もいるんで、結構スピード的についていけてないかなっていう不安がありました。先生も学生も洋服への愛情や勉強をとにかく常にしている方が多くて、毎日刺激的で楽しかったです。中学生の時にいろいろ雑誌を見ていて、その雑誌に出てくる人たちが自分でリメイクした洋服を着てたりして、そういうのを見ながら自分も見よう見まねで作ってたんですけど、そういう人たちがみんな文化服装学院出身っていうのを知って、そこからこの学校に行こうというふうに決めました。運動というか一番緊張する部分なんですけど、お客様の頭の中にあるイメージを洋服という形にすると思うんですね。まあ、16時間っていう目安があって、うん、その時間かけてもう順序を追って、とにかくその人の一本を完璧にっていうのがやっぱりですか。それが量産との間違いっていうのもありますよね。洋服の仕事は見ても楽しいし、着ても楽しいし、着てる人を見ても楽しいし、ずっと楽しいからもうずっと楽しめます。正直あんまり深く分かんないでいなくて、もうとにかく漠然と洋服を絶対に作る仕事をする以上みたいな感じでした。